みなさん、藤井葵です。最近無人島系の企画をよく巷で見かけるんですけれども、葵も生放送で何回か言ってるようによく考えてるんですよ。無人島にもし行く企画があったら、もしくは無人島に一つ何か持っていくなら何ってやつですね。で、番組とか見てて大変そうなのはもうとにかく水の確保、なんかろ過するにもなんかいろんな方法があったりとか、あともう本当になんか泥だらけの水しかない場合どうするかみたいなのを見て葵も想像してるんですよ。あ、これは葵だったらどうするかな。でだだだだってさ、無人島ってさ、あんなに海という成分があんなに近くにあるのにどうしてだよ神よ、なんで飲めないんだ。ということで今日はこんなものを買いました。じゃーん、水キュー。いやちょっとね、アイアム冒険少年とかねよく見てるんですけど、無人島から脱出するアイテムとしてストロー浄水器みたいなのね、皆さん持ってくるんですよ。で、泥水とかをこう直接こうズバッてやってチューって言って飲めるみたいなのをおっしゃってるので、だおいもねちょっとこれは体験したいと思って今回は身を挺して実験してみたいと思います。夢が叶う。ということでまずはダイソーで土を買ってきました。で、泥水を作りました。で、ね、このね水球っていうのがすごくって、大腸菌を処理して衛生的な飲料水を作ります。そのことです。付属の粉をですね入れると泥水とかを殺菌しなくても、沸騰とかね煮沸しなくても除菌してくれるんだって。すごい。じゃあちょっとやってみよう。よし、ということでおそらく除菌完璧にされてるであろう泥水。ちょっと待って、はい、完全にカブトムシちょっと待って、これめちゃくちゃあの幼稚園思い出す、これ買ってたカブトムシ。うわー、あの冒険に出たくなるね、これもう。あの幼心を思い出すわ。ちょっといけんのかな、これ。うわー、なんかね泥水吸って、ちょっと待って、いきますね。変な感じするわ。お、水だ。え、飲める。ちょっと待って、これ元の泥水。え、待って、香りないよ。え、香りない香りない香りないね。ちょっと待って、これ使えるかわかんないけどさ、ちょっとさ色見たいんだけど、これおお透明めっちゃ透明、すごいすごいすごい。ちょっとこれ、すごいよこれ、めちゃくちゃ透明になってる。めちゃくちゃ大きい土とかはちょっともう出してるんだけど、ちょっと本当のコーヒー色ぐらいの泥水吸ってみれば、これもう下からもう土を掘り起こして飲むからね。すげー、すごい、ほぼ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 透明。茶色味は 0.01 ぐらいかな。匂いも全然しないです。すごい。いや、これはあれだ、あの無人島企画すごい味わえてる、めっちゃ楽しい。なるほど、サバイバルの時のもいいですね、いざとなってる時。こんなに香りが消えると思わなかった。飲めるって俺本当なんだね、すごいな。え、ちょっとここで浄水ストローがすごいのは分かったから、まあ、こっからはねちょっとどこまでいけるのかっていうのをちょっと体験してみたいと思います。まずはオレンジジュースと激辛スープ。まあ、ちょっとね味はさすがに変わらないと思うんだけど、香りとかが例えば薄くなるのか、そこがめちゃくちゃ気になって、オレンジジュースからちょっといってみますよね。うん、これこれこれ 100% オレンジジュースですね。じゃあいきますよ。いやー、水キュー、ドレス、オレンジないなった。すごいすごいすごい。水になるじゃん。え、ちょっと待って、すごい。や、なんか正直まああの味がこうなんて言うんだろう、全部なくなりますとか、もう綺麗な水になりますっていうものではないから、オレンジジュース、オレンジジュースのまんまかなって思ってたんだけど、待って、普通に水が。ちょっと待って、このまま辛口いってみよう。辛口辛口辛口、え、すごっ。水キュー、水キュー、辛口スープ、どこまでいけるのか。あ、オレンジが上がってきたちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あの多分水キューの真ん中にいたオレンジちゃんがちょっと上がってきたちょっと待って、ちょっと待って、なるほどなるほど、面白い。あのちょっとしょっぱい水みたいなのが来た。だから辛味成分、え、辛味成分消えるとかあんのかな。
全然飲める。あの辛さはない、ちょっとしょっぱいかなって感じ。飲み続けると上がってくるかな。多少やっぱ辛口まで行くと顔を出してくるね、これは。なるほどなるほど。改めて 100% オレンジジュースはあのオレンジ味がなくなって甘い水になりました。で、激辛スープは激辛成分がねなくなって、でもあの鶏辛の塩味っていうのかな、なんかちょっとしょっぱいっていうか塩味水みたいな感じになりました。でね、説明書には海水の淡水化はできないって書いてあるんだけど、まあいざという時のためにね、事前に身をもって知っておくっていうことは大切なので、ここにですよ、ちゃちゃーん、海水の濃度くらいに薄めた醤油があるんですよ。これをねちょっと実験でまあね飲んでみたいと思います。じゃあまずはちょっと薄口醤油、海の味どんなもんかな。うわーしょっぱー、こんなしょっぱかったっけ海水って。うわでもそっか、口に入った時びっくりするぐらいだもんね。うおー濃度すごいな、今までと全然違う。ちょ、これがどのくらいなのか確かに興味ある。いくよ、いきます。ジャポン、いけるかこれ。のーこれは変わらない。なるほど、醤油はさすがに、薄口醤油は醤油のままだ。おおこれは変わらないな。あ、しょっぱ。で、ここで元の醤油に戻ってくる。あ、でも改めてこうやって比べると、あ、醤油感は薄、あ、これでも薄くなってる。 100% 薄口醤油が8、70、80ぐらいにはこうやって比べるとなってる。おー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 、これすごいすごい、本当に。いや、オレンジがこう甘みがだけ残ってたりとか、辛口スープの辛さはないけどちょっと塩味が残ってたりとか、こう味覚に関わるなんていうんだ、直接的な味の部分は取り除けないっていう感じなんだね、きっと。皮とか泥水だけじゃなくって、あーすごい、プールとかお風呂の水も飲めるんだって。あ、だからさ、学校のプールとかって消防用に年中さお水溜めてることもあるから、これが飲めるっていうのは本当にすごいことだね。ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。またねー。いやー、土の匂いっていいよね。芋掘りしたい、芋掘り。わーカブトムシもう一回買おうかな。幼虫から食えるかな。どこで売ってるんだ。